今回は、ある介護士の体験を元にしたフィクションをお届けします。実際の体験をヒントにしているため、現実味があり、リアルな恐怖を感じていただけることでしょう。それでは、夜勤中の会議をお楽しみください。僕は介護の仕事をしているんですが、これは夜勤中の話なんです。夜勤ってね、静かで、なんだか妙な空気が漂うんですよ。何度も夜勤を経験してるんですけど、その日は少し違いました。その日もいつもの寮に夜勤に入っていました。僕の勤務先は普通の老人介護施設で、長い廊下は薄暗く、蛍光灯の明かりも頼りない感じがします。廊下の窓から差し込む月明かりが影を濃くして、不気味さを増していました。施設の入り口はシンプルで、玄関ホールには椅子やテーブルが並んでいます。内装は質素で清潔感があり、訪れる人に安心感を与えるように設定されています。壁には季節の装飾や入居者の作品が飾られていて、家庭的な雰囲気を感じさせます。入居者の皆さんはほとんど眠っていて、静まり返った施設内には遠くから聞こえる救急車のサイレンや風が窓を揺らす音だけが響いていました。特に問題のない入居者様も多く、彼らの寝顔を見ると安心します。穏やかに眠る彼らの姿に日々の疲れが癒されます。僕がこの仕事を選んだのには理由があります。昔、祖母を介護する機会があり、その時に感じた感謝と尊敬の念が僕をこの道に導きました。祖母が亡くなった後もその思いは変わらず、今でも彼女の笑顔を思い出すと胸が熱くなります。その夜、いつもの寮に巡回していると、急に空き部屋から物音がしたんです。車椅子がきしむ音とか、タンスの引き出しが開く音がはっきり聞こえました。心臓がドキドキしました。でもね、勇気を出して部屋のドアを開けてみたんです。誰もいないんですよ。冷たい空気が流れていて、なんだか誰かに見られているような気がしました。汗が額に滲みました。その部屋には古びた家具や使われていないベッドが置かれていました。窓から差し込む月明かりが部屋の隅々まで照らし出し、彼が生きているかのように感じました。僕は息を呑みながら部屋を見回しましたが、やはり誰もいませんでした。その部屋を出て他のスタッフに会いました。彼は田中さんというベテランの介護士で、いつも冷静沈着です。田中さんは僕が初めて夜勤に入った時からいろいろとアドバイスをくれる先輩です。田中さんが何かあったのかと聞いてきました。僕は何もなかったかのように振る舞いましたが、心の中では不安が渦巻いていました。田中さん、最近妙なことが多くて、空き部屋から物音がしたり、誰もいないトイレの電気が勝手についたりするんです。田中さんは、一瞬驚いたような表情を見せましたが、すぐに落ち着きを取り戻しました。夜勤はそんなもんだよ。疲れていると幻覚を見たり、音が変に聞こえたりすることもある。気にしすぎない方がいい。その言葉に少し安心しましたが、それでも心の奥には不安が残りました。
また別の夜、巡回していると、空き部屋や、誰もいないトイレの電気がついているんです。さっき見たときは、確かに消えていたのにね。本当に不思議でした。でも、他のスタッフには言えませんでした。そんなこと言ったら、笑われるかもしれないじゃないですか。夜中の2時頃、僕の携帯電話が突然鳴り響きました。その音は静寂を切り裂くようで、心臓が一瞬止まりそうになりました。慌てて出ようとしましたが、手が震えてうまく操作できません。やっとの思いで電話を取ろうとしましたが、間に合わず切れてしまいました。すぐに履歴を確認しましたが、着信の記録はどこにも見当たりません。まるで電話そのものが幻だったかのようです。その瞬間、背後に冷たい風が吹き抜けた気がして、僕は思わず振り返りました。が、誰もいませんでした。嫌な予感が胸をよぎり、全身に鳥肌が立ちました。慌てて田中さんに話しましたが、彼も他の作業に忙しくて、まともに取り合ってくれませんでした。そんなこと気にするな。と、一言だけ言われましたが、心の中の不安は消えませんでした。その夜、仮眠を取っていました。そしたら、仕事の夢を見ていたんです。夢の中で、看護師の佐藤さんが走って、とある入居者さんの部屋に向かっていくのが見えました。佐藤さんは明るくて、いつも笑顔を絶やさない人です。その彼女が必死な顔で走っていく姿が頭から離れませんでした。不安な気持ちで目を覚ましましたが、その翌朝、その入居者さんが突然体調を崩して救急搬送されたんです。そして、その方は亡くなってしまいました。夢と現実が交差して寒気がしました。これらの出来事は今でも鮮明に覚えています。思い返すたびにあの夜の不気味な空気が蘇ってくるんです。夜勤の成熟の中で僕は一人、暗闇に潜む何かと向き合っているんです。以上がある介護士が体験した夜勤中の会議でした。